DCM 大器、DCM 大器株式会社、DCM 大器は、愛媛県松山市に本社を置く、ホームセンター業、住宅設備及び環境設備製造、販売企業である。かつて当初一部に上場していた、証券コード9953。現在は、DCM ホールディングスの完全子会社である。DIC は、 2008年12月まで大輝が使用していたホームセンターのブランド。貴重の色は大色。社名に関しては当時馴染みの薄かった DIY の普及を図る目的もあって日用大工などの大工、大工、大工ともかけている。しかし住宅設備の面で名を馳せている大輝ブランドとホームセンターで展開しているビックブランドが同じ大輝株式会社であるとの認知度が 地元以外では薄いことや、さらには2000年頃から消費者金融のディック、ディク、CFJ 株式会社が台頭し始め、そのロゴ及び色が大器のものと告示していることもあって、大器は創業50周年にあたる2008年までにホームセンターのブランドも大器に統一することに決めた。大器は2003年3月から展開している大器のホームセンターのブランド。 貴重の色は青色。ブランド変更の経緯は、上記ディックで述べた通りであり、貴重の青色も、その配慮からキューベターライフの青をそのまま、採用している。創業地愛媛県や広島県を中心に残っていた、ディックブランドも2008年までに、大模ブランドに統一された。ところが、今度は、大阪府堺市に本社を置き全国展開している、同業の高難賞と、 ロゴの色が青色で重なってしまった。大輝は、港南の地盤である、近畿地方に展開していた、ベターライフを子会社化し、また港南も、同時期に大輝の本社、松山市に、大型店舗を構え、近畿、中四国地方で競合している。また、今後は、近畿方面の地盤固めのための出店と他に、北九州地方への進出を決めている。また、 子会社で、福岡県、熊本県で、店舗展開していた、ホームセンター参考の店舗も2013年7月から、ホームセンター大器、大器ペットグリーン、旧、参考ペットグリーンに名変更され、運営は引き続き参考新たに、熊本県内でも、店舗展開されている。2015年2月までは以下に挙げる、店舗規模などによる特殊な店舗形態のかは、 すべて、大輝という店舗形態で、通常のホームセンター形態である。他企業の店舗的には、港南ホームストックやアヤハディオのディオハウスと同列に値する。また、同業企業の富士と併設、隣接して出店している店舗もある。例、EX、松前、エミフルマサキ敷地内別館、EX、シゲノブ、グラン、シゲノブとなり、ハブ店等。 2015年3月1日の称号変更により、店舗名称は全業務形態統一の DCM 代記と変わったがそれ以外は特に変更点はない。称号変更以後に開店した店舗については DCM ロゴが付加されている。また、既存店舗にも随時 DCM ロゴを追加しているが、特殊形態店舗に付帯している EX などのロゴもそのまま残されている。 大器 EX、大 EX は大器ブランドで展開するホームセンターの中でも郊外型大型店舗形態であった。DCM 大器にブランドが統一される以前は大器 EX、三沢、愛媛県松山市、大器 EX、松前、正木町、大器 EX、重信、東温市、大器 EX 坂、広島県秋郡坂町大器 EX、赤石 兵庫県赤市市、大気 EX 岡山、岡山県岡山市南区6店舗ある。なお、まだブランド統一前の、リック EX の場合は、タイ EX の他に、リックスと呼ぶ、店内アナウンスは後者。ただ、中には、カーピットや三直島で持つ周装店のように、EX 並みの売り場を持ちながらも、店舗ブランドは、大気という店舗も存在しており、境界線はあやふやである。 大第 1?1 は、大2ブランドの中の倉庫型の店舗形態であった。DCM 大第に、ブランドが統一される以前は、大第2川島、香川県高松市、大第2下関、山口県下関市、大2関新浜、愛媛県新浜市、2008年8月、大 2EX 新浜店舗増唱、取扱品目増強により名称変更の3店舗があった。 大器ミニ、ミニは大器ブランドのうち地域密着型の小規模店舗である。しかし、DCM 大器変更前の時点で1店舗も存在していなかったので、通常の大器に統一され消滅した形態とも考えられる。2009年3月1日に九州合併した旧オジョイフルが運営していた店舗のブランド。一部店舗を除き、現在は大器ブランドに転換している。 161店舗、2009年3月1日、現在、ホームセンター参考19店を含む。詳しい情報は、DCM 大規店舗情報を参照のこと。出店地域は、近畿地方五府県、滋賀県を除く、三重県、熊野市の1店舗のみ、中国地方3県、山陰2県を除く、四国4県、福岡県、熊本県。同社ホームページ。 大輝スポーツより抜粋。大輝は、スポーツ分野でも活躍しており、中でも有名なのが、ビーチバレーの大輝ヒメッツである。アトランタオリンピックで活躍した元、バレーボール全日本代表の佐伯美香と、特の良子でチームを構成している。元は、地元出身である佐伯の逸話市場のバックアップを、目的として設立された経緯があり、2009年3月、 最期のビーチバレー引退に伴い、休部ブした。また、大輝には、大器ボート部があり、武田大作が所属している。弓道部は、1994年4月に結成された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。